川端です。よろしくお願いします。今回は分母に文字が入った方程式をね、解説していきたいというふうに思います。まず一つ目の解き方としてはですね、やはり分母を払います。分数が嫌だから分数でない形にすると。今回分母が x と 3x と3なので、これは 3x をかければ、うまく分数の形をなくすことにすることができます。そうすると x 分の1かける 3x 引く 3x 分の1かける 3x イコール3分の2かける 3x よって約分して、3引く約分して1イコール約分して 2x よって、2イコール 2x となるので、両辺2で割って x イコール1というのが答えになります。2つ目の解き方としてはですね、分母を通分するやり方もあります。こちらが x でこちらが 3x なので、分母をですね 3x で合わせます。つまりこっちを3倍して、こっちも3倍、まあ分母分子を3倍します。そうすると 3x 分の 3-1 で分子が2と、でイコール3分の2で、この形になったらね、もう勝負ありっていう感じですけども、分子がまあ等しいですからね。ってことはもちろん分母も等しく なる必要があります。したがって分母が等しい、 3x イコール3なので x イコール1という具合に答えが出るわけです。はい、ということでね、まあこれは通分しようっていうね発想から、こちらね分母をねなくそうという発想からね、解きました。以上で解説を終わります。では。